西様に駅は、北海道様に郡様に町西町にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号は2差。1978年の西様に駅と、周囲約500メートル範囲。右が、様に方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成当駅の所在する地の西方に位置することから、 西を管した。島式ホーム一面一線を有する地上駅だった。ホームは線路の南側に存在した。点鉄器を持たない防線駅となっていた。かつては島式ホーム一面二線を有する列車交換可能な交換駅であった。駅舎側が上り線、駅舎と反対側が下り線となっていた。その他下り線の様に方から駅舎側に分岐する。 行き止まりの側線を一線有していた。使われなくなった駅舎側の一線は交換設備運用廃止後は撤去された。ホーム前後の線路は点鉄機の名残で湾曲していた。静内駅が管理していた無人駅で有人駅時代の駅舎は改築され、余3500系車商社を改造した貨車駅舎となっていた。駅舎は校内の南西側に位置し、 ホーム西側とを結ぶ通路で連絡していた。なお、貨車駅舎の図書区は2003年に、さまに中学校美術部の生徒の手により、正面側が虹とロケット、線路側が舞い上がる風船のイラストになっていた。ホームは、苫小牧方にスロープを有していた。1日乗降人員は、以下の通りである。また、JR 北海道によると、拡張サビにおける乗車人員及び、 上皇人員平均は以下の通りである。かつて、浦河町上木根薄地区から当駅付近へ、森林鉄道である三井軌道が運行されていた。キロほど約30キロメートル。トンネルが2カ所あった。動力はない年、1日6往復の運行。三井物産が落札した森林の資源を運搬するために付設された。しかし、 太平洋戦争の終戦により伐採は中止となり、運行も終了、放置の後撤去された。主となる木材は水ならで、インチ材や、鉄道の枕木となった。また線、カツラは、ベニヤ板の材料となった。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。